何飲んだって。クマちゃん、クマちゃん、クマいらない、シンプル湧いてる。本当だ、すごいね。ラジエーションと水大将ってちょっと似てるよね。こうかな、葉っぱしか見てないから、葉っぱしか見てないからわかんないね。おかげさん、あ、そう、おかげなのか、イモリーケ、よいしょ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 、日本一の座禅僧群生地です。父ちゃんと母ちゃんで歩いてます。こういうコタコタしてる足元です。以上です。今日はね、購買者のないとこ選んで突っ張っちゃうからね。日本一の群生地です。ラゼン草っていうのがよく分かんなかったけど、多分キャベツの小さいバージョンじゃないかな。あ、ちょっとこの辺かな。うん、焼きなきゃ道になってきたよ。ここタンポポだよ、タンポポ。なるべく下から歩かないように道とか行けるかな。大丈夫です。これでさっきのところに戻ってきたんだ。はい、出発点に戻ってきました。これ、こっちだね、ルートが違うんだね。うん、大丈夫よ。いいよいいよいいよ。もうそう。ああ、だからそんなビビることじゃない。はいはいはい。ちょっと待って。ミニチュアのついちゃってる。すごーい。以上です。日本一の座禅僧の群生地を歩いてきました。途中道がヘコヘコで、もう死ぬことになる。座禅僧を見るような道を見ていた、ダメだ。はい。すごい。すごいね。よいしょ、よいしょ。そうだね、うん、あんな怖がる人マジですね。うん、すごい。
ごーい。みんなその目印のところに降りるんだよ。はい、そんな。はい、豆ちゃんです。座禅荘、日本一の群生地歩いてきました。座禅荘見られなかったよ、怖すぎて。足元ばっかり見てました。以上です。